点 C を三角形 ABC の面積が最大となるように、直線 AB に垂直な直線を引くとき、その点の場所は円の中心を取る場所になります。交点を D とするとき、タンジェント角度 OAD は三辺の長さは1番で求めているので、タンジェントは角度の方から直角の方向に向かって T を書く順番で分数を作って、3分の4が答えです。